ソメンアルフレッド・チョイはカメルーン・ドゥアラ出身の同国代表サッカー選手。UFC マルクとアルハウ所属。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。ノルウェー母国のユニオン・ドゥアラを経て2005年の22歳の時に言葉が通じるフランスのエルビー・シャトールーへ移籍。2005年にノルウェー一部のオット・グレンランドと契約。1年目は主力の一としてプレーしていたが、 二年目に中盤を、勤めるノルウェー代表のトミース・ビンダル・ラーセンと、カナダ代表 FW のアリ・ゲルバの加入により、非誘惑外の選手が増加したことで、出場機会が減少したため、同シーズン中にスターベクイフへ3年半の契約で移籍。翌2007年は、優勝に迫る2位という成績でシーズンを終え、UEFA カップ2008から0球2回戦からの出場権を得た。 ステップアップをしたいと思いから2008年5月にオーストリアの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍し2シーズンにわたりプレーした WBA2010 年夏の初旬にブラックバンド・オーバーズ FC、フラム FC、ウォルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC とプレミアリーグの複数クラブからの興味が報じられていたが8月20日に労働許可証など長期の手続きを経て 同リーグに新昇格したウエストブロムウィッチ・アルビオン FC へ2年契約で移籍した。同月29日のリバプール FC 戦に途中、出場の形でデビューし、10月26日にオールドトラフフォードでのマンチェスター・ユナイテッド FC 戦で初得点を挙げた。2010から11シーズン最終節。 セントジェームズパークでのニューカッスルユナイテッド FC 戦で3から0と苦しい状況の中でハットトリックを上げ引き分けに持ち込む活躍を見せた。2011から12シーズンは開幕戦のマンチェスターユナイテッド戦で先発出場するとクラブ史上最高金額で加入したシェーンロングとコンビを組みロングの得点により1から1に持ち込むも最終的に1から2で敗れた。 アウェーでのフラム戦でチーム最後となる得点を後半に記録。マンチェスターシティ FC 戦に78分からプレー、したのが最後の出場となり2012年5月16日にニッキー・ショーリー、ジョー・マトック、ラティーフ・エルフォード・アリューと共に放出された。対談後はバーミンガムシティ FC のトレーニングを経て10月にウォルバー・ハンプトン・ワンダラーズのトライアルに参加した。 2013年2月1日にドイツ一部の FC アウクスブルクと半年の契約を結んだ。2016から17シーズンよりランデスリーがブルゲンラントの UFC マルクとアルハウに加入した。2008年にオットープフィスター監督に招集され、2010 FIFA、ワールドカップアフリカ予選のカーボベルデー戦でカメルーン代表デビューを飾り、同試合で初得点を決めた。 A, B, ソメニエトチョイ、ホーレット、オッド、ダユトビックリー、んイッケ、コムソン、フォーベンタット、アイ、スタベック、ヘイパーマン、タランテ、ビル、ブロン、スター、ビダー、トチョイ、ティル、オステレク、プレム、トリオ、アイ、キャマーン、エース,ス、バッチス、バッグ、トチョイ、トチョイ、アイズ、バッチス、チャンス、ショレー、アンドマティック、ヘッド、フォー、ホーソーンズ、エグジットアズ、バッチス、リリース、カルテット、バーミンガム、シティ、ソメント、チョイ、セット、ツー、ビギン、 トレーニングアットワストヒルズソメントチョイジョインズ、ウルフズオントライアル、ウックスバーグハブサインドソメントチョイオン、A ショート、タームコントラクト、X、ザルツブルクプロフィーベクセルトズマルクトリューハウ、メインウェザーアック、アット、2017年1月5日閲覧、ありがとうございます。